はい、えー。皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続法、完全制覇の43日目に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします、えー。行政手続法第6章では、命令等を定めるにあたっての意見公募手続き、パブリックコメント手続きを学習しているということになります。政令や省令を命令等制定機関が定めるにあたって、 30日以上の意見提出期間というのを空けてですね、国民から広く意見を募集するわけです。そうすると、あれやこれやと意見が来るわけですね。この意見を考慮してですね、まあ、十分に考慮を加えて、で、政令や省令を実際に定めるということになるわけですが、一体どんな提出意見があって、そして、それをどう考慮したのかという結果をですね、きちんと示す必要があると。 そこがですね、7位になってしまうと、結局、提出意見が反映されたかどうかっていうのがよくわかりませんよね。43条は、結果の講示ということで、どんな提出意見があって、そしてど、どう考慮して反映したのかあ、今回制定する省令とか政令がですね、一体、その提出意見をどのように踏まえて、えーまあ、実際に制定されるに至ったのか、 ま、これを示す必要があるということになります。43条の第1項から見ていくことにしましょう。命令等制定期間は意見交互手続きを実施して、命令等を定めた場合には、当該命令等の交付と同時期に次に掲げる事項を講じしなければならないと。で、4号あるんですが、まあ、1号2号はいいですね。命令等のタイトル、題名ですね。で、命令等の案の講じの日。 で、まあ、いつ公示されたのか。そこから30日明けて意見公募しましたよ。ということが分かれば、それで結構です。そして、えー、大事なのは3号、4号ですね、えー。提出意見というのが、まあ、実際どんなものが来たのかというのを、まあ、書いてくださいね。と。提出意見、えー。どんな提出意見が来たのか。そして、もしゼロ件であったと。提出意見が誰も来ませんでしたと。 まあ、なんかこう、技術的な条文すぎちゃって、誰も意見が言えないなんていうこともあり得ますから、まあ、なかったらなかったというふうに書きましょうというのが括弧書きで書いてあるということになります。第4号のところは、提出意見を考慮した結果と理由ということになりまして、 政令や症令の案を最初に出して、で、実際にいろんな意見が来ますよね。パブリックコメントするので、意見が来て、で、その意見を考慮した結果、こう変わりましたよということで、もし変わったとしたらですね、その理由をやっぱり示すべきですよね。 で、まあ、変わらなかったということであれば、それはそれでまたね、考慮したんだけれども、この意見には、まあ、従えないと言いますか、変えない方が、ま、いいだろうというふうに思ったのであれば、そういう理由も書いた方がいいですよね。ですから、まあ、あ提出意見を考慮した結果と、そしてその理由、これをきちんと示すんだということになります。そしてですね、意見が非常に多かった場合、 あの、本当に国民が関心が強かったりして、1000件とか2000件とかですね、えー、提出意見が入ることっていうのはあるんですよ。で、その場合、行政としても、すべての意見をですね、バーって結果の向上の時に並べてしまうと、そうすると1個の意見もね、それこそツイッターみたいに140字限定とかそういうことであればまだいいんですけど、ものすごいもう時数の制限とかありませんから、めちゃくちゃ大量にですね、来てしまうということがあるわけですね。その場合には、うーん、ちょっとこれは、例えば意見のパターンとして3分類、 に分けてみようということで a パターン b パターン c パターンに分けてじゃあこの3分類の意見があってでまぁ、あ、それぞれですねまあ重要な意見については抜粋してピックアップしてでそれを抜粋したものを資料として要約としてですね載せるということは結構あるんです第2項のところなんですがそうやって意見がたくさん来てしまった場合っていうのはどんな風にしたらいいか えー、命令等制定期間は、前項の規定に関わらず、必要に応じ、同、え、行、ー、第3号の提出意見に変えて、当該提出意見を整理または要約したものを講示することができると。整理して要約したものを講示することができますよ。まあ、そうしないとね、読みづらくてしょうがないですからね。はい、そういうふうになっています。この場合において、当該講示の後、遅滞なく当該提出意見を、当該命令等制定期間の事務所における備え付け、その他適当な方法により、公にしておかなければならないと。 ま、ようをですね、えー、整理して、要約したものを講示することができるんですけど、実際の提出意見というのも、一応見れる形にしておいてくださいよ。こういうふうに言ってます。そうしないと行政が、ま、勝手に都合のいい整理を加えたり、都合のいい部分だけを抜粋したりすることを防ぐためにもですね、まあ、見ようと思えば、ちゃんとした完全版のね、この提出意見というのも見れるようになっているんだ、ということになります。 そして、とはいえですね、提出意見を公示するとはいえ、えーまあ、他社のですね、機密情報に関わるようなことが意見の中に入っちゃってるとかね、あるいは個人のプライバシーに関わるようなことが提出意見に入っちゃってる時に、それを公示するわけにはいきませんよね。 えー、従いまして、第3項のところになりますが、命令等制定期間というのは、全日項の規定により、提出意見を公じしまたは公にすることにより、第三者の利益を害する恐れがあるとき、その他正当なあ理由があるような場合というのは、当該提出意見の全部または一部を除くことができるということで、まあ企業機密だったり、個人のプライバシーに関わるようなもの、まあそういうのをですね、やっぱり公じするわけにはいきませんから、そういうのに関しては除くことができるんだ。あ、こういうふうになっているということに なりま,すまあこれはね、情報公開とかそういった時も同じようなことがありますから、やっぱりね、そこは配慮すべきということで、こういった規定が置かれているということになります。そして、意見公募をした結果、まあ多数の意見が寄せられ、しかもそれがですね、その省令を定めるというのがおかしいだろうなんていうことで、国民の批判がめちゃくちゃ強かったと。例えばですね、まあ1万件以上、 ま、批判のですね、コメントが寄せられたということであれば、まあ、行政としてもこれを無理やりですね、症例を通すというのは、うーん、あんまり政治的にも良くないなと、こういうふうに判断することっていうのは当然ありますよね。で、その場合には、まあ、国民の声を強く受けて、えー、今回の症例というのは、定めないことにしました。実施しないことにしましたっていうこともあり得るでしょうし、あるいはですね、 改めて、ちょっと、症例というのを練り直して、新たな案として出します、ということもあり得ますよね。もう一度申し上げますけれども、まあ、そうやってですね、国民の強い批判が、あコメントに、まあ、提出意見に現れていたということで、それを受ける形で、じゃあ、もう、症例はですね、えー、もう、作らないことにしましたあ。というパターンもあり得るでしょうし、新しい、じゃあ、症例に変えることにしました。なんていうこともありますよね。 はい、えー、それが第4項のところになります。命令等制定期間は意見公募手続きを実施したにも関かかわらず、命令等を定めないこととした場合には、その旨を示します。で、えー、格好書き。 まあ、定めないこととしなくても、別の命令等の案に切り替えるってことはあり得ますよね。えー、まあ、違う省令を作ることにしましたと。こういうことであれば、別の命令の案について改めて、意見公募手続きを実施しますという場合には、その旨を、ここに公示するんだということになります。 で、並びに、1号、1号、2号に掲げる事項を速やかに公示ということになりますが、まあ、1号、2号っていうのは、これは命令等のタイトル、題名とね、命令等の案の公示の日ということになりますから、まあ、これらはですね、まあ、一応その命令等を特定するために公示をするということになります。 第5項はですね、39条4項っていうところに意見交募手続きを実施しなくていいぞっていうパターンがいくつか載ってるんですよ。39条4項には1号から8号まであって、そこにはこんな場合に意見交募手続きは実施しなくていいぞっていうことが書かれていました。まあ、例えばですけれども、まあ災害が起きてしまって、もう緊急性があると。 もう今まさに政令とか症例を、効力を発しなければいけない。まあこういうような場合にはですね、意見公募なんかしてる場合じゃないよということがありますよね。そういうような場合にはパブリックコメント手続きというのはもう省略しちゃって、もういきなりですね、えー、この命令、まあ症例とかをまあ制定していいと、制定してもう交付しちゃっていいと、おこんな風に書いてあったんです。でそのような場合には結果の公示ということで何をですね、公示しなければならないかということなんですが、もう これ見ちゃってください。1号、2号です。えー、命令等の題名及び趣旨。えー、これをまず示すと。まあ、タイトルはね、わかんないとしょうがないということになります。えー、そして第2号です。意見公募手続きを実施しなかった旨。例えば、緊急時だったからと。お、今、あ、まあ、震災が起きて、 で、まあ、こういう大雨があったので、だからあ、緊急にやる必要があったなんていうことが理由になりますよね、えー。実施しなかった旨とその理由、これを示す必要があるということになります。 で、まあ、交付と同時にですね、その1号2号をですね、工事するということになりますが、まあ、かなり細かいんですけど、正し書きも見ておきましょうか。ただ、この正し書きはそれほど重要性高くないですよ。まあ、非常に細かいということになりますが、まあ、一応、築城解説なので、えー、やっておきたいと思います。 ただし、第1号に掲げる事項のうち、第1号に掲げる事項というのは、命令等の題名及び趣旨ですね。この2つが掲げるんだということになってますけれども、第1号に掲げる事項のうち、命令等の趣旨についてということで、題名の話はいいんです。趣旨について、まあ、政令とか症例の趣旨ですね。趣旨については、 同行第1号。この同行というのは39条4項のっていう話ね。39条4項は1号から8号まであるんだけど、そのうち1号から4号までのいずれかに該当することにより、意見公募手続きを実施しなかった場合においては、当該命令等の事態が、 えー、当該命令等自体から明らかでないときに限ると、こういうふうになっています、えー。これは何言ってるかっていうことなんですけども、そもそそもそもですね、39条の4項の5号から8号にかけての条文っていうのは、これもパラーって眺めてみるとですね、 これは5号から8号に規定されているものっていうのは、そもそもね、えー、この命令等の趣旨っていうのがわかるんですよお。この5号から8号パターンというのは、例えば、重要条文の技術的読み替えをするような場合っていうのは、 技術的読み替えのための精霊っていうのがもう分かっているわけですから、それ趣旨なんかいらんでしょうということですね。えー、わざわざ趣旨を示すというのは、その症例のタイトルだったりとかですね、えー、まぁ、あ、パッと見で分からないような場合というのは、それを示す必要がありますけど、パッと見で分かるんだったらですね、いちいち書くのもめんどくさいですからね、まあ、書かなくていいということになっているということになります。で、5号から8号っていうのはそもそも、まあ、分かりやすいということですから、あ 示す必要がないということになりますけれどもそれ以外でも、まあ、タイトルからして例えば特定外来生物の輸入の制限に関する省例とかね もしこういうのがあれば、ああ、なるほどと。海外からね、アメリカザリガニを輸入してはいけないんだと。おそういう制限についての奨励案なんだ。ね、もうタイトルでわかるじゃないですか。だから、いちいちもうタイトルを示して趣旨まで伝わるような場合は、趣旨を示さなくていいぞということになっているというだけです。 まあ、あまり覚える必要はないかなという感じがしますね。43条のところは、まあ、きちんと第1項のところで、結果の講示の時に、まあ、どんな風に示すんだっていうことがわかるのと、たくさん意見があった時っていうのは、整理要約したもの、えー、これを示すっていうことがわかればいいかなという風うには思います。はい。えー、ということで、えー、じゃあ43日目は以上ということにさせていただきたいと思います。お疲れ様でした。